皆さんこんにちは。こじらし写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。今日はですね、ローゲンゾーソフト市川ソフトラボラトリーさんから発売されているシルキーピクス、デベロッパースタジオプロ11についてご紹介をしたいと思います。まあ、ローゲン像ご存知じゃない方のために説明すると、写真ってその JPEG 圧縮された形式と非圧縮ローデータと、まあ、2種類あるんですよね。でその JPEG っていうのはもうカメラの中で色とかもう完全にもう作っちゃってますと、メーカーさんが作った色ですっていうパキッとそのままプリントしなさいっていう、それが JPEG なんですよ。で後で色を調整したいなとかコントラストとか、もうちょっと強調したいなみたいな、かっこよくしたいな、暗いところ明るいところの差をつけたいなみたいな調整をしたいなってなった時に JPEG をいじると、画像がですね破綻しちゃうんですね、劣化しちゃう。でそういったローゲン像、調整がしやすいようにちょっと余裕を持った大きめのサイズで保存をするって言えばいいのかな、それがローという記録形式になります。でそのローで撮影したものを画像処理するのがローゲン像ソフトで、シルキーピクスというのがそのローゲン像ソフトに当たるわけですけども、私もですね、実はこれシルキーピクスずっと使ってるんですよ。でどういう時に使ってるかっていうのは2パターンありまして、1つは、仕事じゃない撮影の時、仕事で撮る時っていうのはやっぱりそのデータをですねちょっと管理しやすいように分けたいんですよ。まあ家族とどっか遊びに行くとか、お友達とパシャパシャ写真を撮るとか、昼間の写真って夜の写真とは違ってそんなに大げさにゴリゴリやるってことはないですから、簡単に管理をしてサクッと現像して出力したいって思うんですよ。なのでそういったプライベートの写真はシルキーピクスで管理します。私が使用しているのはですね、このフォトエクスプレスビューアーっていうソフト、写真の管理ソフトと今回紹介するシルキーピクス、この2つをプライベートの撮影で使っています。もう一個ですね、ちょっとマニアックな使い方があって、ゴリゴリの天体写真の現像した時、こういう写真ですね、やった時にいろいろな画像処理をするのでノイズが結構出てきちゃうんですよ、目立ってきちゃう。でそういう時に画像処理をいいだけやった後ってそういうノイズってね消えにくいんですよね。ところがこのシルキーピクスはですね、ノイズリダクションの機能がすごい強力で、そういう天体写真の最後の仕上げ的なノイズディレクションを私シルキーピクスでかけることが多いんですよ。とは言っても普通の人ってそんな使い分けないじゃないですか、ローゲンのソフトを。だからこのシルキーピクス、で星の写真の星形写真とかの現像どうやるのかっていうのもサクッとお見せしたいと思いますし、過去のシルキーピクス11より前を使っている人は絶対11にした方がいいです。だいぶ変わってます。まあ、その点を説明していきたいと思います。最近はいろんなその合成機能が備わったりとか、あとここのね、ページに出てますけど画質革命っていうふうに出てますが、こういうですね、画像処理エンジン自体をもう入れ替わえてそっくりそのまま変化させてですね、画質高画質になったりと、最近目まぐるしく進化を遂げているソフトというイメージを持っています。あと星の写真的にはね、非革命合成っていう機能があって、あの星を線にする機能ね、フリーソフトでやることもできるんですけども、このシルキーピクスに備わっていて、シルキーピクスの場合はですねローで保存ができるんですね、そこからもうちょっと微調整っていうのができるんですよ。これ結構ありがたいですね。これ今メーカーさんのホームページなんですけどね、3つあるんですよ。こう JPEG 専用版ってあるんですね。これすげえ珍しいですよね。JPEG でサクッと撮ってちょっと調整できればいいよって人のためのソフトって言えばいいのかな、ちょっと使ったことないんですけど、そういうロー現像が苦手な人のための現像ソフトっていうんですかねっていうのもあるし、あとこのプロフェッショナル版とスターダンド版っていうのが本格的なロー現像ができる、ソフトになってます。でそれぞれのですね、違いは何ができて何ができないのかっていうのが一覧になってますので、このあたりを見ていただければなと思います。で今回私が使用するのはシルキーピクスの、ディベロッパースタジオプロ11というものを使用します。まず私のメインの用途のその昼間のプライベートの写真っていうところからちょっと説明しましょうかね。右のこのセレクトっていうところを選ぶと、こう
どこに保存されている写真を呼び込むんですかっていう、まあ、この一覧の画面になるんですけどね。昼間の写真なんで、この間撮ったこの、タムロン 2875-2.8 っていう、まあ、レンズのテスト撮影をした時の画像をお見せしましょうか。で、このダブルクリックすると、まあ、この調整っていうになりまして、ここでセレクトはその写真を選ぶところ、調整は画像処理するところなんですけども、調整こういう風にここを調整クリックしてもいいですし、ダブルクリックしてもいけます。で、そうだな、この写真画像処理してみましょうか。これ表示が変えられます、サムネイル表示、こう一覧で表示するのもあれば、これがコンビネーション表示っていうんですけど、この下にこう一覧がこうあってとか、あと写真を画面いっぱいに見せるものとかっていうのもあります、はい。でこれ、あ、これ一回調整してるやん、ちょっと解除しておきますね、はい。これが元データになります。でちょっと明るめに撮っちゃってますよね。こういうのを復元できるのがロー現像のいいところなんですが、これ、ね、後ろに人写ってるんですけど、ね、おじさん写ってるんですけど、この子のこの首のか、このかしげ方が面濃かったので、あの可愛かったので、この写真ちょっと現像してみたいと思います。まず基本機能として、まあ、こっち右側にこういろいろなパラメーターがあります。いろんな調整がこうできるんですね。こうやっていろんなことができるんですけど、まあ、これ何やることもなのか全然わかんないじゃないですか。でもこうカーソルを持っていくと必ずこの何ですか、機能名の横に i って出てくるんですね。でこれをクリックするとこういう風にですね、こういう調整をするものですよっていう説明書きが出てくるんですよ。例えば、よくわからないのはこのハイライトコントローラーってなんだろうってなって、この i をクリックすると、はい、ハイライトコントローラーはハイライト領域の色作りをコントロールする機能ですよみたいな感じでこういろいろ説明書きが出てくるっていうことで、ロー現像に慣れていない方、このパラメータは何に使うのかよくわからないよっていう方には結構わかりやすい親切なソフトだと思います。いろんなプリセットがあって、それがねすごく豊富で使いやすいんですよ。例えばこの初期値って今書いてるところ、これクリックするといろいろ出てきます。ほら、いろいろこう色をですね、いろんな色に変えれるんですね。だからこうロー現像が苦手、このインスタントフィルム調とかさ、え、これロー現像でどうやってやるのって分かんない人でもこういうのができちゃうっていうことですね。こういういろいろなプリセットがあるんですよ、まあ、この、この部分だけでなく、あ、違う、変な写真出ちゃった、スーパーニュードル、この、あ、なんかふわっとしていいねいいねとかさ、あとこのホワイトバランスもいろいろこう選べるし、選べるしね、はい、なんかこの、難聴、超難聴とか、ポートレートの写真の時とかってあんまり硬くない方がいいですよね、難聴の方がいいですよねとか、そういうのが選べたりとかさ、すごく豊富なんですよ。だからこのパラメーターから選んで明るさだけ調整して、もう現像とかでも全然いいと思います。まずこのシルキービックスの今回の11の特徴で、ね、この現像設定っていうところ、最初にお伝えしたのはこの現像設定っていうところから、このクリアビューと標準と選べます。解像感が上がるっていう処理なんですよ。今回の11ディベロッパースタジオ11に備わってる一番の特徴で、デモザイクっていうより高精細に表現するっていう機能が備わりましたよっていうことなんですね。で、私は星の写真とか風景写真はクリアビューなんですけど、こういう人の写真とかスナップ写真とかは標準でやることが多いですかね。実際にまあ私昼間の写真でやることを今お見せしたいんですけど、まずこれ自動調整ってクリックしちゃうんですよ。はい、自動でこういう風に明るさを整えてくれます。でここからもうちょっと明るい方いいかな、暗い方いいかなみたいにやります。マニュアル指定って書いてあるところ、これをクリックして、まあどんなテイストにしようかなってっていうのをここで選べるんですが、私結構好きなのが、ね、このニュートラルとか、めっちゃいい感じじゃないですか。ニュートラルとか、ポートレートエフェクト2とか3とかを結構使うことが多いですかね。でこの2がちょっとなんかフィルムライクっていうんですかね、ちょっとなんかレトロな感じで、3になるとちょっと透明感のある感じに仕上がります。まあ、2で今回いってみますね。はい、で今ポートレートエフェクトっていうのを適用した時点で、なんかいくつか黄色くありましたね。ここがもう調整済みですよっていう意味なんですね。はい、でここをクリックするとハイライトとシャドウ、明るいところと暗いところを調整できますから、もうちょっとハイライト下げようかな、はい、ここのあのほっぺのところのね白飛びをちょっと抑え
体、こんな感じですかね。もうちょっとふわっとさせたいなっていう時、この調子っていうところをクリックしてですね、この明瞭度っていうのを下げると、ちょっとなんか難聴になるの分かります？ふわっとさせますね。ちょっとお肌も綺麗に見せられたりするんですよね。まあ、この明瞭度やってもいいんですけど、この明瞭度を下げるっていうのが一般的なその画像処理、難聴に見せるっていうやり方なんですけど、このソフトの場合はここにあるんですよね。超難聴、難聴、やや難聴みたいな感じで、なんか硬くもできます。なのでここからこう選ぶと、ほら面濃いでしょ、こういう感じでやることができるんですね。あとはミークリックして一コマ現像で、この保存先を指定してこのトップにしますね。でここから現像っていうふうにすると、はい、現像さん写真が出力されました。でこのフォルダですね、トップフォルダの中に保存されているのはこの写真ですよということで、あら可愛らしいですね。はい、こういうことができます。まあ普段私こうやって昼間の写真は、サクサクっとこうやって現像していくような感じでやっているんですけども、このシルキービクスの特徴としてデータを直接いじりに行くっていうのがあります。アドビのライトルームとかが嫌だなっていう人のがシルキービクスを選ぶ理由がまさにこれなんですね。アドビのライトルームってカタログっていうのが作られます。写真を管理するデータベースみたいなのが必ず作られるんですよ。でそれがどん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 蓄積していって、あれなんか最近パソコン重いなみたいなことになっちゃうんですね。でそれが結構煩わしい、めんどくさい、いちいちそういうのを作られるそのプレビューが作られる時間とかもかかるので、もっと手早くやりたいっていう人はやっぱりシルキーピクスを使う人が多いのかなと思います。あとはね、微調整がすごくできるっていうのがあります。今言った、いろいろなプリセットもそうなんですけども、例えばノイズリダクション一つにとっても、いろんなことができて、まあこうやってモードもファインディテール標準って選べまして、これ次やりますけど、このパラメーターが4つあったりとか、この下にも暗部ノイズ除去強度とかあったりとかね。だからその一つのことをする上で、いろいろなことができるようになっているのが特徴です。タイムラプスのソフトとかね、このアドビのフォトショップライトルームのプラグイン、フォトショップライトルームに追加する機能として使えるものとか結構あるんですよ。だからそっちを使ってるんですけども、昼間の写真に関しては基本的には、そういうのはいらないので、こうやってサクッと現像してきた方が自分は楽なんですよね。直接データをいじりに行くデメリットっていうのは、ちょっと動作が重くなるっていうことだと思います。Adobe のライトルーム、Photoshop ライトルームはカタログを作ってそこから操作をするのかな、プレビュー画像を操作していくので、ちょっとね、サクサクとデータが軽めに扱えるっていう特徴があるんですよ。結局パソコンの中にデータは蓄積されるんですけどね。ただ、シルキーピックスはそういうことしないで直接データをいじりに行く分、ちょっと動作が重いです。なので、パソコンスペックによっては反応が遅いっていうのがもしかしたらあるかもしれないですね。そこはだけはまあ注意点かなと思います。星の写真行ってみましょうか。星の写真。あ、これにしようかな。シグマ FP で撮った成形写真。ちょっとお見せしましょうか。はい。この写真ちょっと分かりやすいんで、これで現像してみましょう。はーい。でですね、まず、最初に、やってほしいのは、この、これですね。現像設定、クリアビューに必ずなっているように。これ、ちょっと差を見てみましょうか。これ、11から備わっている機能です。標準。クリアビュー。標準。クリアビュー、はい、これクリアビューの方がなんかちょっとノイジーになってる分シャープになってるの分かります？これね、結構大事なことで、成形写真、星の写真ってノイズリダクションなるべく撮りたいんですよ。で、その要はノイズリダクションってノイズを減らすっていう意味もあれば、こうなんていうかね、目立たなくさせることでぼやっとしちゃうっていうデメリットもあるんですよ。なるべくかけすぎたくないっていうのがあったんですね。
で今までのシルキーピックスってこのノイズリダクションを外すっていうのがすごい難しかったんですよ。やっぱゼロにするってできなかったのがこのクリアビューにすることで、まあ、ほぼそれに近い感じにできましたね。で、このクリアビューにしておくっていうのがまず一つ目です。でですね、もう一つ私がこの星の写真で最初にやるのはこのノイズリダクションなんですけど、ここね、これノイズリダクション、でここのファインディテールっていうのにしてください。これちょっと拡大して見比べてみましょうか。標準ファインディテール、標準ファインディテール、標準ファインディテール、はい、これファインディテールになってる方がシャープですよね。はい、その分ノイズもシャープになりました。基本はファインディテールでいいと思うんですけど、ちょっとなんかノイズがちょっと気になるなっていう方は表示に戻すという風にやっていいと思いますね。で、まずこれ標準でやってみましょうか。ちょっとノイズリアクション、ちょっと偽色抑制とノイズ除去を全部切ります。まあこういう風にですね、ちょっと赤くなりましたね。赤くなりました。はい、基本的にシルキーピックスはカメラの撮影データ感度からこのぐらいノイズリアクションかければいいでしょってもう最初に当て込んでくれます。なので、普通の昼間の撮影であれば、そのまんま何もいじらずにやっちゃっていいと思うんですけども、星の撮影の場合はちょっとノイズリアクションかかりすぎてるかなっていう場合も、まあ、ないわけではないので、そう感じた場合はちょっといじるっていうのをやった方がいいと思います。基本はそのままでいい気しますけどね。今回のディベロッパースタジオ11になってからは基本はそのカメラこのロー現像ソフトが与える、値で、まあ、問題ないのかなっていう気はしますけども、例えばまあこの、風景部分のですねノイズリダクションもうちょっとかけすぎないようにしたいなって場合、まあ、下げるじゃないですか。である一定のところからですねノイズが出始めると思うんですよ。あ、ほらプチプチって出てるじゃないですか。これを一個ずつこうやってやってってどこで消えるかなって、あ、消えた。60で消えましたね。ってことは60以上はかけなくていいと思うんですよ。ですので、ノイズ除去ここまで。それから偽色抑制ですね。これ0にすると、ほら、この赤いムラムラムラっていうカラーノイズがいっぱい出るんですよ。でこれも、最初まあこのソフトは70でいいんじゃねえのって言ったんですけど、本当に70いるのかなっていうね。50ぐらいからスタートします。あ、まあ50でもいい気しますけどね。もうちょっと減らしたいかな。あんま変わんないかもしれないですね。70でいいかな。これは70でいいかもしれないですね。あとはまあフリンジ除去とか使えばそのパープルフリンジとかブルーフリンジとか軽減されますし、で今ここになんか緑色のやつ乗ってますね。はい、緑色の色が乗ってますね。はい、これは多分ファインディテールで消えるんじゃないかな。あ、消えましたね。はい、この星を見ててください。はい、標準ファインディテールですね。ファインディテールすることで消えますね。もしくは標準でフリンジ除去をすれば消えるのかな。あ、それでも消えますね。はい、ちょっとノイズがシャープになって嫌だな、ファインディテール嫌だなっていう方はこれ標準のままでやっていいかもしれないです。いやでもファインディテールでフリンジ除去なしでいっていいんじゃないかな。はい、こういう感じでノイズってね全部取ってもおかしいことになるんですよ。だから多少残ってるぐらいが逆に自然に見えるっていう、なんかこれ私の印象なんですけどね。はい、というようなことができます。あとはまあ他の動画でもね、ご紹介されている通り、この部分補正ツールでこの円形補正フィルターっていうのをこうやって適用して、はい、回転できますんで、こういう画像処理をしたいところだけを処理加えていくっていうのが
星の写真での、まあ、基本的な画像処理じゃないかなと思ってます。どうしても全体に対してコントラスト上げてサイド上げてみたいなやっていくと、全部が全部画像処理かけたくないところまで画像処理かかってしまうので、基本的にはこう特定のところだけかけていくっていうやり方がいいと思います。で、今これ真っ白になってるのは分かりやすくなってるんですね。こう明度が100になってますけど、これを戻せばなくなりますから。はい。で、ここに対して例えば明瞭度を上げて、ちょっとここをカリッとさせたい。あ、ちょっと天の川の角度が合ってないかな。カリッとさせたりとか、ちょっとサイドを上げて、ここの色をもっと濃くしたいなとか、ちょっとグリーンかぶりしちゃったので、色温度を変えてみましょうか。マゼンタをちょいと足し、ちょっと青に振ってみます。青っぽくした方が人気があるからね。はい、ちょっと青っぽくしてみました。ビフォーがこうでアフターがこうですね。まあ、こんな感じで処理ができます。あとこの右上と左上のシェーディング、周辺原稿は気になりますね。このレンズ収差補正っていうのを加えると、いいと思います。このシェーディング周辺光量を有効にして、うわ、めっちゃ今かかっちゃいましたね。めっちゃ今かかっちゃいましたが、これをまあ減らしていくと、この適用率っていうのを変えると、何ですかね、またそのシェーディング、周辺原稿の補正のかかり方が変わっていきます。この2つのパラメータを調整して、こんな感じですかね。今ここを調整して明るさも下げましたけど、こんな感じですかね。でこれでちょっと周辺原稿取りきれないなって時は、この部分補正ツールをもう一個追加しましょう。この段階補正フィルターでやると、こっから上が処理されますよって感じになりますから、これを例えばまあこういうふうにやって、この幅を変えると、おっとっとっと、この幅を変えると、ここのグラデーションがちょっとなだらかになります。はい、はい、こんな感じでビフォーアフター、ビフォーアフターにだいぶ変わりましたね。こういう風に現像するといいのかなと思います。他にもいろいろね、トーンカーブとかもちろんいろいろできることはあるんですけども。とりあえずまあこんな感じで、さらっと仕上げて、何よりもそのクリアビューね、機能ができたので、そのノイズリダクションのね効果を調整しやすくなったので、画質が結果的にこう上がりましたよね。これはねすごく嬉しいですよ。シルキーピックスユーザーにはすごく嬉しいと思います。天体写真の画像処理で自分がまあ使ってるマニアックな使い方っていうんですかね、をご紹介したいなと思うんですけど、例えばね、ちょっと待ってね、データを出しますから今。ちょっとこれでいってみますね。例えばまあ、これあんまり自分的にはよろしくない写真なんですよね。で、コンポジット枚数がね、ちょっと少なくてノイズが多いんですよ。で、まあ、いいだけ画像処理したので、まあ、こういう感じでちょっとザラザラザラっていう、なんか、尖ったノイズが出ちゃうんですよね。で、ここまで来ると、普通のロー現像ソフトはね、ノイズって判断してくれなくて、なかなか消えない。で、無理やり消そうとすると、こう、まだら模様のノイズが出てしまうっていうのがあるんですけども、シルキーピックスはね、ここからノイズリダクションかけれるんですよ。これ、何もしてない状態です。何もしてない状態ですね。で、すごいノイジーでしょ？これ、コンポジット枚数が少ないとこうなるんですよ。で、でも、まあ、なんとか仕上げたいじゃないですか。そういう時に、このシルキーピックスのお世話になります。このノイズリダクションですね、今何もかかってない状態ですけど、こっからねノイズリダクションが結構かかるんですよ。まあノイズ除去いってみましょうか。はい。でこの上のねノイズ整列って、こいつがすごいんですよ。これを上げていくと、わかります？ほら、どんどんノイズが消えていく、消えていくっていうかね、ノイズはなくなってないんですけど、こうなんかノイズ整列なんで、なんて言えばいいの、こう綺麗に
なっていくというかよくうまく言えないですけど、とりあえずノイズが目立たなくどんどんなっていくんですよ。これこのノイズ整列がね、これめちゃめちゃ使います。はい。でここから偽色抑制ってやるとこ、なんかこの星の割になんか出てるじゃないですか。偽色抑制っていうのをやっていくと、そういうのもちょっと軽減されてったり、はい、こういう感じでですね、まあ元画像はこうですよ。アフタービフォーアフター、この辺のなんかなんていうの、この真ん中あたりのこの辺見ててくださいね。この辺見ててくださいね。この辺のこのまだらなこのブツブツとした感じとかがなくなるんですよね。しかもなんか他のこのモクモクとしたところのディテールっていうか、それもちゃんと残るんですよね。これね、すごくノイズリアクションも本当優秀で、私すごくお世話になってます。でこの下にこの暗部ノイズ除去強度ってあるんですけど、これね基本標準でいいと思いますよね。強めにすると、あの星の周りにね、わかるかな、ほら星の周りになんか黒い丸出てるの分かります？これエッジが効きすぎちゃってるんですよ。これ標準にしとかないと、もう一回言いますか、標準強め、標準強め、標準強め、ここのエッジがかかるんですね。星の周りに黒い丸ができちゃうんですよ。これかっこ悪いので標準にしておいた方がいいと思います。まあこんな感じで、いろいろ散々フォトショップとかでいじった後で、シリキーピクスに TIFF で入れて、ノイズリアクションをかけて、出力するっていうことを結構やってるんですよね。はい。まあ私のシリキーピクスのマニアックな使い方をご紹介いたしました。はい。はい、いかがでしたでしょうか。途中でカメラ切れちゃってごめんなさい。以上になります。シリキビックスディベロッパースタジオ11、確実に良くなってますね。いや、これからも日本の企業なので頑張ってほしいなと思います。今日は新しくなったシリキビックスの、私が注目している、まあ、星の写真とかで役立つ機能、それから、今まで紹介したくてもできなかった、天体写真でのノイズリアクション処理っていうところをご紹介しました。ちょっとマニアックな話多かったと思いますけど、でもやってる人によっては、こんな機能あるんだみたいなのが多分あったと思うんですよね。ですので、私と同じような撮影やってる方、ですね、ぜひシルキービックス使っていただきたいなと思います。それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。